雪見さんをお誘いしようと思うんですが、時間大丈夫ですか？わかりました。じゃあ駅のホームで待ち合わせにしましょう。雪見さん、今日は都合がついて本当に良かったです。改めてこちらが私の先生です。日本での生活についていろいろ教えてもらってます。確か前に駅の外で。なるほど、それであの時もヤオリンさんと一緒だったんですね。で、こちらが私のお隣さん、ユキミさんです。いろいろお世話になっちゃってます。じゃあ移動しましょうか。ちょっと遠出になるけど楽しい場所だから期待しててね。まるでお祭りみたいですよ。名物の雷おこしにお団子、ベビーカステラ、どれも美味しそうです。でも全部食べるならお茶が欲しいですね。ベビーカステラは、よくわからないですけど、お団子と雷おこしは日本茶があれば大丈夫かな。バッチリです、ヤオリンさん。浅草のことよく調べられてますね。本当？やったー。じゃあ仲見世通りの醍醐味、お茶と合わせながら食べ歩きといきましょう。今日はお二人、私を元気づけようとして誘ってくれたんですよね。あ、その、ありがとうございます。そしてこの間はみっともないところを見せして本当にすみませんでした。それより、雪見さんは大丈夫ですか？だいぶきついこと言われてたみたいですけど。母は言い出したら聞かない人ですから。私を育てながら事業を軌道に乗せるのは並大抵のことではなかったんだと思います。母の物言いを普通じゃないという人もいますが、ああして自分も他人も厳しく律するほかにやり遂げる方法はなかったと思うんです。でも自分の娘にあんな言い方しなくても。母の言うことはいつだって最終的に正しいんです。これまでもそうでした。私が今それを理解できないのはきっとまだ経験や努力が足りないんです。そう思っています。そうですよ、雪見さん自身はそれでいいんですか？学校終わった後もお母さんの仕事を手伝ってるですよね。他にやりたいこととか
やりたいこと。私はその困っている人が泣き寝入りしないで済むように弁護士の、いえ、ここで私の意思は関係ありません。それに母の教えは私を思ってのことですから。そろそろ人通りも少なくなってきましたね。帰りましょうか。今日は本当にありがとうございました。楽しかったです。それでお礼というのも大げさですが、今度はぜひお二人を私の知っている店に招待させてください。日本のことを知りたいというヤオリンさんにはぴったりなはずですから。それは確かに。ありがとうございます。ぜひ連れて行ってください。じゃあ私はここで。次の機会楽しみにしていてくださいね。ユキミさん、思ったより元気でよかったですけど、お母さんとのことますます心配になってしまったですね。とにかく次の約束もしましたから、時間をかけてお話ししていくしかないですよね。先生もいろいろありがとうございました。今日はせっかくお寺にお参りしましたし、私からもお守りあげますね。次回もぜひよろしくです。